ウォーターフォックスは、モジラ・ファイアーフォックスをベースとした64ビット版、Windows、MacOS、Linux 用のオープンソースブラウザ。クラを用い、ストリーミング深度拡張命令3及び、アドバンストベクターエクステンションズを利用するように、コンパイルされている。ファイアーフォックスのアドオン、64ビットピ p ピ p プラグインと高い互換性がある。ウォーターフォックスは、 月光エンジン系の Firefox 派生ブラウザの中で公開当時より 64bit 版 OS に特化した開発を行い最速の 64bit ブラウザと称していた。Waterfox が誕生したのは Windows ながリリースされてから数年後、まだ 32bit プログラムが主流の頃で 64bit までサポートするものは少なく開発者のアレックス・コントスは ハードウェアを活用しきれていないと感じていた。彼は既存のブラウザが、スポーツカーを二足ギアのまま運転しているように、遅すぎると感じ、1ヶ月間でウォーターフォックスのコードを書き、o v e r c l o c k n e t のフォーラムで公開した。すると1年後には、10万を超えるダウンロードを記録した。テックリパブリックが2012年にピースキーパー、 ブラウザーベンチマークテストを用いていった。ベンチマークでは、Firefox の方が良い結果を示したが、2014年にソフトピーディアが行ったテストでは、Waterfox ーーの方が若干上回った。2015年に Firefox64bit 版が公開されてからは、速さをアピールするよりも、プライバシー保護やカスタマイズ性といったユーザビリティで、本家との差別化を図っている。 Firefox では2017年11月リリースのバージョン57以降 WebExtensions に対応しない旧型拡張機能を廃止したが Waterfox はレガシーアドオンへの対応を継続している Waterfox56 以降は本家のバージョンアップに追随せず Firefox ESR52 をもとにセキュリティ更新などを維持しながら 新しいブラウザの開発を行う方針である。この結果、カスタマイズ環境の維持を望む、Firefox ユーザーには、Waterfox や、PaleMoon が代替ブラウザの候補になった。なお、Firefox 公式サイトで配布が終了した、レガシーアドオンは、施設アーカイブサイト、クラシックアドオンズアーカイブから入手可能となっている。2019年5月、 Firefox 68ナイトリーベースに開発された次世代ウォーターフォックスのアルファ版であるバージョン68.001をリリース。モジュラサンダーバードのチームが開発したコードを使用することでクラシックな拡張機能をある程度サポートするとされた。2019年10月バージョン2019.10より番号表記を年月方式に改めると同時に 今後は2つのブランチでリリースすることを発表した。ウォーターフォックスプロジェクトは開発者のアレックス・コントスが寄付をもとに個人レベルで続けてきたが、システム1の買収後は同社に加入し、専属の開発チームを組んでビッグブラウザを代替可能なポジションを目指す。広告会社の影響を懸念する声に対し、コントスは精査の上でマッチしたパートナーであり、 ウォーターフォックスの成長を助けてくれる分別のある人々だと述べている。システム1は先に世界で最もプライベートな検索エンジンを歌うストルテページを参加に収めている。ありがとうございます。